隅かなんじゃないかなって思ったけど、どうなだう？お前はよ絶対座っちゃう？ はい、皆さん、こんにちは。卒ツです。マブラブオルタネイティブ。えー、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。<laughs> えー、前回のね、えー、またスニカの話で、まあ、感動的な部分もあれば、絶望的な話もあってさ、本当に2期に入ってから、もう感情がもう揺さぶれる、そんなお話ばっかりが続いているんですが、まあその中でもね、やっぱこっちの世界に来たことによって、タケルがね、本当にどうしたらいいんだって状況に追い込まれたじゃないですか。そんなね、まあ追い込まれた状況なんだけど、そこからね、まあなんとか希望の光、 しりみたいなのが見えて終わったんですよでそれが何かというとその因果動態は要はこっちに戻ってきたらその悪影響が及んでしまう原因っていうのがあって、まあ、それさえ除去すればまたこっちに次戻ってきた時にはさマリモちゃんにしても、まあ、スミカにしても、まあ、元気でいる形の、ね、世界になっているよってことでさなん、まあ、とかねその形に持っていきたいわけですよでそのためにもまた来た世界の方にね、まあ、戻るって決心をしたんですが果たしてその因果動態とかこのループとかね、まあ、そういうのになっている原因っていう いうののが何なのか僕は前回ちょっとリアクションの中だったからエン,ディングかなんかであの霞がね、まあ、一緒にいるあの脳みそ怪しいんじゃないかって話したんだけど他になんかね色々考えてみたんだけどちょっと怪しいものがないんだよね怪しさっていう部分で言えばあっちの世界のコウズキ先生怪しいとかはあるけどさだから今コウズキ先生の話になったからそっちの話しちゃうけどここでまた戻るってなったらさなんかあっちのコウズキ先生があんまよく思わないんじゃないかなとか今思っておりますその因果 が何なのかそして光月先生が本当にあっちの世界の人はいい人なのか悪い人なのかとかねそういうの含めつつ、まあ、さらにはねそのベータだったルーターニフォーとか5とかいろいろあるんだけど本当に広い視野でねまあ、この作品見ていかなきゃいけないんで皆さんも大変だとは思うんですけど僕も頑張って脳フル回転でねなんとかこのリアクションをお届けできたらなと思ってるんで、えー、ぜひぜひ一緒にお楽しみください、えー、ということでね、えー、早速行ってみましょうはい、えー、皆さんも読書のもしくはビデオの動画使って一緒に楽しみください簡単なゴンナースおしゃれ本編スタートです きましたんオープニングかあオープニングだね。ってこと本編はもう存分にお楽しみくださいっていうあれなんだ今回。いやーてかこれささっきもオープニングトークで言ってたけどこれから戻るじゃんたけるは。で戻った先のその柏木先生が僕はずっと怪しいんだよね。 そこら辺何もないよっていうさ、こともあるのかもしれないけど、なんかあるんじゃないかなっていう。戻ってくることをさ、素直に喜んでくれるのかどうかだよ。で、戻るまでのこのタイムラグみたいな時間の間に、またあっち側が何も起きてないといいんだけどね。また行ったら行ったらさ、えみたいな展開、ないかな。 あと、その何因果胴体、因果情報まあ、そこら辺の原因よなだから、やることがどんどん増えていくんだよね。このタケルは。そのベータだけでも、手一杯なのに、みんなの命を守ることもあるのに、オルタネイティブもあるのに、もう本当お前、彼一人、どんだけ背負うものが増えるんだよっていう。もうさすがにこれ以上増えることはないと信じたいんだけどね。 ま、果たしてそこら辺もどうなっていくのか。いや、ちょっと楽しみにしています。さあ、来たよ。あとはどう変えるかなんだよね。こっから。あ原子力、再起。いや、いいよ。いい流れ来てます。なんか、ここはなんか協力してくれるってことか。あ、大学。うん、だから先生のつてなんだろうね。え、どうやって説明したの おうん、白金は残る。いやー、そのタケルさんは何もう受け入れた状況のタケルになるってことなのかな <laughs> もう、そんなさりぎにひどい、すごいこと言わないでよ。うん。うん。え何うん。あっ 不法侵入なの <laughs> いや、ちょっと先生 <laughs>。そして何度も死んでる。うん <laughs>、はあ。はあ。ああ、で、縛ったんだね。うん。出た。 いやー、それはあの脳みそ以外今んとこないんだけどね、怪しいの。もしくはそのセットでさ、霞とか。いや、そんなの嫌だけどな。けど霞ってほら、イレギュラーの存在じゃんうん、これはうん。えこれだけえ <laughs> なんか意外とあれなんだけど、しょぼいというか、たけるの反応もさ。うん。 いやーなんかこの先生優秀だよね。あっちの世界の先生より。えどういうことうん。ああ、あの紙の束の中にうん。ああ、そういうことわ、さすがだね。 ああ、逃がすわけには。いやけど、それ終わっちゃったじゃん、もう。数式。はあ。え、やっぱやばいやつなんじゃないうん。うん。 えいやいやすごいな。なんか天才同士の戦いというかね。お互いの。おーいいぞ。<ー>まあ希望見えてますから。いやー、一皮むけたな。おお、いいね。いいよ。いや、てかさ、先生これどうなの こんなことしちゃって。うん。あ、私へって書いてあった、今。うん。き <laughs> <ッズ> <laughs> いやそういうのまた見ていくことになるんだろうなやてか、何書いたかなうん。いや、けど、あれのおかげで、なんか、たけるが、 また戻ることを許されるような展開になるんかねうん、意思うん。なるほど。あーあああ、まずいね。いや、もう時間ないじゃん。んねあの人たちもってことでしょ うん。いや、本当に、逮捕されちゃうんじゃないああ、だから、たけるを信じてるのか、正してくれるって。そしたら、この先のあれもなくなるだろうし、修正されて。いや、先生。いや、たける、熱い。もう曲もよ、もうすべてが。ああ、<laughs> マリは。い、もう。おう、墨か。 うん、えあーこれがなんか大事なのかなおーあの装置が反応してる。あーこれで帰れるんだねうん。ああ、行ったもうそれ伝えてあげて今度はあーもう行っちゃったのかなあー光ってる。あーこの中に。いや、お別れだ。 次戻ってくるときはだね。ええなになにどういうことあっちの世界にいるってことえちょっと、待って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 。すんごい気になること言って。はなんかあれかな例えかなわからん。まあ、あとりあえず戻ってきた。まあ、これを良しとしないとな。 あとは先生よ、こっちの。おおいるやんなんでいるの戻ってくるって分かってたかまあ、この人なら天才だし。いやー、受け入れてくれああ、用済み。うん。いやー、頼む、頼む。 え何えいや、てか音楽めっちゃ怖いんだけど。わ <laughs>、なんかやばい流れじゃないごっこ。うーん。えぇ、ー、そんなさっぱりとうん。 え、あれはあの手紙。けどなんか言われてないよねうん。いや、いやいやいや、ちょちょちょ,ちょ、え、面接どういうこと、うんうーん。じゃあそれなんとかしないと。もう、まあっちの先生のためにも。いや、あの人逮捕されちゃったんじゃないかな、あっち。かすみ あ、ゼロゼロユニット。今も、なんか、え違うかなえ、<laughs> ちょっと待って。あ、手紙。いや、なんかスミカなんじゃないかなって思ったけど、どうな、おい、絶対そうじゃん。えゼロゼロユニットってどういうことスミカが。 いや、でくんのか、ここに。来た。おー。いや、ほら。いや、なになになにいや、だから、さっきあつは先生が言ってたことはこれなんだよ。おー。いや、けどなんか、目が。んえ 勝利をもたらす存在えー、何えいや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 。<laughs> 何 いや、どうって。どうなってんのえへ、ななのこれ。今までにない反応ああ、タケルの前に来たらこんな反応になったってか。いや、辛いね、こんなの見るの。えうん。 きっつっ。あ,あ、合格。いや、怖いわ、やっぱこの先生。えデバッグって。いや、だからなんか、あれなのか。えあの脳みそが入ったみたいな感じなのかなほら。すみか、すみかじゃない、かすみが見てた。 脳みそ。おうん。うん。いやいや、もう最初からあれじゃん。<laughs> そういうことじゃん。いや、怖い怖い怖いわ。もう天才怖すぎる。 いやさあ、後半。んなんだ。あー、メイヤだ。うん。いや、みんな戻ってきたって知ったらどうなるかな今、戻ってきたってことはあんか、あんま時間経ってないか、そんな。けど心配はしてるだろうね。あんなタケルがさ、いなくなってて。いや、それ、そこよ。ああ来た <laughs> いう形の再会うん。ああ前回の別れ、最悪だったよね。うん。いやー。<laughs> <laughs> いやー、殴られたね。ああ。いや、仕方ない、仕方ない。受けろ、受けろ。あもう2、3発やっちゃっていいよ。 おうん。いや、結局それで何抱きつくんかい。もう、こうなったら何も言えないね。いや、やっぱ名矢もいいよねえ。えー、この名矢置いてっちゃうのこのたける。最後。負けるスニーカーいるしな。うーん。わかるんだろうね。顔とか見たら。名矢なら。 う,ーんあー殿下うん。あーうんうーん いやあ、再起だね、まさに。うーん。いやーもう他のみんなにも殴られちゃうんじゃない <laughs> いやー、ほらね。もうボッコボコにされてしまえばいい。ボッコボコに。あ、言ってたっけ <laughs> 言ってたっけははは。<laughs> いいよ、いいよ。ああ、少しお休みのね、あれだったね。うん、12月18日。あ。 ずいぶんいっぱいいるじゃないうん。うん。うーん、たけるもうみんな <laughs>。いやー、よかった、お帰りだようーん。うーん、なんか、知らない人いるんじゃないか、何人か。ちょっと後ろ姿じゃわかんないけど。うーん。 思い知らされている。うん。うん。はあ。いや、ほら。わかんない。え知ってるのああ、そうか。タケルは知ってんのか。えあっちの世界の同級生とかなのかな今の感じ。 あその子たちもまたこの舞台のあれなんだね。おうん。子供。うーん。いやー、みちりさん。いやー、もうみちりさんはなんもないようにお願いしますよ。おうん。あー、ぜひぜひ。おうん。 え、え鈴宮、春日 <laughs> いや、違うよね。<laughs> うん。あ、あっちか。うん。春かねあ、可愛い,いじゃん。いやー、また女の子ばっかりやで。早瀬美月うん。いやー、なんかちょっと名屋っぽい。 うん。ええー、え、てか次の人さ、ちょっとマリモちゃんっぽいんだけど。ねえ、ほら。あ、そうなんだ。ミサエ。えなんだ変わった子っぽいね。<laughs> いやいや、チャンスって。うん、普通の親睦をね。うん。 うん。いやえ ?11 人かなたける以外で。12? あいやー、ちょっと、減ってきそう。<laughs> 減ってきそうだよ。あー。うーん、遅れ。 遅れなんてあるかなたけるに。いやー、頑張ろうぜ。次こそ。あの、00ユニットのすみかちゃんもあるしさ。ああ、さっきの。うん。うん。うん。いやー、そりゃ、だって気にするでしょ。てか、最後、どうやってあれ、なんで爆発って何だったの う,ーんうんうんうんなぜだかあーもうバトンがねいやーちゃんと受け取ってるねうん うん。いいね、なんか、お姉さん。年上好きよ。うん、だろうな。うん。ああ、読みを見せず。いや、いいね。こうやって導いて。いや、けど、こういう人がまたやられたら悲しいわ。うん。いや、なんであの子あんな、どうしたの なんか一人。ちっちゃい子。たまちゃんみたいな。うん。この子は少尉うん。あれああ、やっぱり、鈴宮。うん。うん、天才。うん、なんか気になる。なになにさく桜、あなた、どういうことうん。 残ってるよいや、てか、マジちっちゃい。いらないえなに栄養食品 <laughs> どういうこと <laughs> ああ。うんどうしたのみんな。うん。ああ。ちょっとあれかなたけるのことを気にしてる感じなのかなうん。うん ああ待っててのあの感じかいや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 なんかね、うん、それそれ。ああ、いい。みんながいつも通りで嬉しい。うん、だからみんな出さないんだね。もう、表には。英子として。うん。いや、やっぱこのみんなが落ち着くわ。 いける。うん。ん。何え。ああ。あーあ。はあ。うん。 いやー。うわー。うーんー。いやー、なんか。いやー、胸が疲れるわ。あ、終わっちゃった。いやー、映画じゃん。 映画じゃん。もう映画とか海外ドラマとか全然面白いんだけど、マジで。もうこれほんとみんなに見てほしいわ。チャンネル登録してる人みんなが再生してくれたらなもうそれくらい好きだよ、今僕。マブラブ。まあ、前のね、生配信見てくれた人ならわかると思うけど、まあ、見てない人はちょっとチェックしてみてほしいんだけど、もうそっちでも、今期の中で何が一番面白いかみたいな話で、 僕はマブラブを上げて、見てない人のために、いろいろ熱弁を捨てたのよ。見てほしくて。実際それで見てくれてても何人もいてさ、ツイッターの方にあの、感想とかもらったんだけど。いや、面白。難しくてね、いろいろちょっとわかんない部分僕もあるんだけど、実際。まあ、それでも、多分、まあ、原作とか見てる人からしたら、まあ、拾えてる方だとは、おもまあ、思ってもらえてると思うんだよね。いやー。 帰ってきたね。てか、もう、お前 <laughs>、どういうことねえ、00ユニットって何なの僕はなんかあのね脳みそみたいなの入れられちゃったんじゃねえのくらい思ってんだけど。気のせいかなだとしたらさえいや、いやそれはないよね。この住みかをさ まあ破壊っていうのかな言い方的にデバッグとか言ってたしなそういうことにならないといいんだけどね、まあ、あの別に脳みそもまたあってほしいねまだその描写が出てきてないから安心できないよであっちの世界の先生が書いてた手紙ねあれ何か書いてあったんだろうねそれもなんか後々ち,ちょっと分かるような感じになるのかなとにかく今度こそね、まあ、こっちの世界を救って でそして最後にあっちの世界に戻るこの流れのためにもね頑張ってほしいねただその最後送る時にねあの光月先生も言っていたけどやっぱ今紹介された A01 小隊だっけなんだったっけまあ、ちょっとごめんそこの名前まだちゃんとはっきり覚えてないけどやっぱりちょっとどんどんね減っていくって展開になるんじゃないかなまあ果たしてどうなっていくのかねぜひぜひ皆さん一緒に最後まで見守っていきましょうはいというわけでね今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり僕のエアクションに対するコメントお待ちしております以上動画を見ており お送りしましたバイバイ